おー、安いな、これ、550円。やばいな、安っ。はい。ね。最初はね、うち本当に安い、最初500円スタートしたよ。ああ。でも消費税多分アップするやろ。ああ、そうか。消費税分か。生まれも育ちも京都のおっさんが、京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル。チャンネル登録お頼申します。京都へ追い出す、どうもミスター京都。はい、今日はね、深草西浦町やってきました。で、ここはね、ちょうど龍谷大学のこの通り、ちょっと何っていうのか分からへんけども、この通りをまた食べログ見ていただきたいんですけど、この通りを下がってきたところにむっちゃ気になる食堂があるんで、はい、今日はそちら8000にしていきたいと思います。なんかね、550円からとか書いてあるんで、どんなメニューがあるかちょっとわからへんけど、早速今から乗り込んでいきたいと思います。そしたら行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー、行ってきます。はい、あちら龍谷大学、それを南に下がるとあるんですけど、はい、こちらウイングさんという食堂です。どうですか、味のあるお店でしょう。今から8000人撮影できるかどうか知らんけど、行ってみよう。これ550円って書いてあるね。乗り込んできます。なんかいろんなんだ。ゴール。おー、安いな、これ。550円、やばいな、安っ。はい、ね、最初はね、うち本当に安い、最初500円スタートしたよ。でも消費税多分アップするやろ。ああ、そうか、消費税分か。なしやし、うん、ということで、今日は8000人のお店です。めちゃくちゃ安いやろ、びっくりするよ。550円の定食、はい、ほんでママがねやられてるんで、間違いなく美味しい料理がいただけると思うんやけど、今日はね、揚げ物か焼き物か鍋物か迷ったんやけど、豚肉の焼肉定食、みんな大好き焼肉、はい、注文しました。ほんで、あと餃子単品なんと100円、はい、そちらをいただいていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ビールはね、今現在メニューに置いてないそうなんですけども、ママが冷蔵庫から出してくれました。はい、モルツ、これ1個だから料金はわからん。はい、とりあえず定食とビールいただきます。日曜日の昼下がりビールじゃ、行くぞ。まい、はい、来ましたよ、豚肉の焼肉定食。はい、これ550円ですよ。やばいっすよ、これ見てください。プラスこの餃子で、これ100円なんですけど、別途注文させていただいて、これ全部で650円ですよ。はい、ご飯も山盛りということで、いただいていきます。はじめ、まずね、サラダからいくけど、サラダもね、こうやってね、ハムとか卵が乗ってて贅沢ですよ、これ、うん、よし、いただきます。
餃子いくけど、これ100円っすよ。びっくりするわ、これ。100円。いただきます。うん、うまっ。サクッとね、揚がってて、うまい。ほんで、料理もね、鍋、揚げ物、焼き物、あと中華、いろんなものが揃ってます。うん。うまいわ。よっしゃ。スープもね、豆腐、卵入ってて、うまそうですわ。うん。あっさりの中華風スープ、おいしい。豚の焼肉、うまそうじゃないですか。結構ボリュームもあるよ、これ。いいね。うまい。いただきます。タレの味付けもいいわ。うん、結構ね、雄大なピンチだから、中国人のお客さんが多い。うん、うまいね、この豚肉。あの豚の肩肉かな、甘辛いタレで焼き上げられてて、ご飯が進むわ。もちろんビールも進む。このね、豚肉のね、タレがね、ほんまにご飯に合うから。こうやってオンザライスにして、ほんまうまいわ。もうお袋の味っすよ。全部食いたくなるね。全部食べたくなる、ほんまに。また鍋とか取りたいね。はい、はい、ということで、この日はね、ウィングさんに初潜入してきましたけど、いや、安くてうまかったですね。もう昔に戻った感じです。なんと言いますかね、幼い頃に喫茶店でいろんな定食、安い定食をいただいた時の雰囲気を思い出しましたね。メニューも豊富でね、ほんまお母さん一人で頑張れてますので、皆さんぜひ行ってみてください。はい、最後にこの美味しいタレをご飯にぶっかけて、ご飯をかき込む。むっちゃくちゃうまかったね、ほんまに。愛情料理と真心料理です。皆さんぜひ食べに来てください。いや、うまかったですね。これで550円はちょっとやばいね。ご飯でもね、タレがうまい。ペロッとで2杯ぐらい食えそうな勢いですよ。はい、ビールも一緒にいただいてお腹がいっぱいになりました。むちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。いや、お腹満腹やわ。むちゃくちゃ美味しい家庭料理でした。ごちそうさまでした。はい、ということで、ごちそうさまでした。今日は西浦町にあるウィングさん行ってきましたよ。うまかったね。料理550円、びっくりしました。ほんでビールは普段ないんですけども、今日はあの出してくれまして、1本、まあ、プレミアムモルツなんで450円。はい、いや、むちゃくちゃ安いじゃないですか。昼からね、定食とビールいただきまして、大満足ですよ。ほんまね、他にもね、いろんなメニューがありますんで、また寄せていただきたいと思います。はい、ということで、ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛します。よろしく。